皆さんこんばんは。それでは続きです。信長を裏切った浅井長政と戦うんですが、妹のお市さんがお嫁に行ってるので潜入してお市さんを助け出そうという任務です。見た目は陰陽師服になってますが、見た目だけで中身は前回と同じ弥助の大鎧です。信長が実害を預けるほどに信を置くのじゃ。長政という男、かなりの俊傑かもしれんの。でも裏切ったけどね。これは右にも隠れてるな。この状態異常アイコンと煙のエフェクトはお臭の状態異常です。この愛わしい匂い、飯が喉を通らねえ。まあぶっちゃけ雲国祭という状態異常で、薬の回復量が落ちて各モーションも追加されて隙が大きくなります。なんか警報鳴らしてるぞ。なんだ今の砲撃は。ああ、これまたダークソウルみたいに遠距離から攻撃され続けるのか。狙撃では倒せないようになってるね。あそこまで行って撃ってるやつを始末しないとダメらしい。相手してる場合ではない。ミサイルを止めないと。なんか犬まで邪魔してるな。これか。戦国時代にロケット砲なんてあったのかね。壊しておきたいけど、これ壊れないの。
打ってくれたお礼をしないとね。この敵反応は下だね。下に雲がいる。この中にまだいるね。敵は片付いたと思う。ネズミ男に見えますが、あれはペットという妖怪です。状態異常、周囲に攻撃をしています。こいつとの戦闘中は薬が飲みづらいので要注意。上か下を通ったら降ってくるバナダルン。社がありますね。休めます。これは最初の社に戻ってきてますね。なるほど、ここの扉が開いてショートカットになったのか。
しておこう。妖怪が出だしたか。ほら来たよ。ここはそういうステージらしい。撃ってきたこいつにもお礼をしないと。
転がしてきたぞ。ここはどこ闇なのか。何かいるっぽいので準備をします。ここには宝箱があるだけか。ここは浅井最後の破られるわけには。してから行きますよ。ここでも飛んでくるか。厄介なエリアだね。ヒアに撃たれながら進むの面倒なので突入してまとめて倒しますよ。Thank you.
チャンス。ホラ貝吹いてたのに、コソコソしよって。下にも道があるみたいだね。というか、正門が燃えてて使えないのかな。下に行くのが正規ルートのようだ。橋があるけど、横の洞窟も入ってみよう。戦による家や遠さの念、汚れとなってオダニの血に染み出してきているようですの。こういう会話は敵がいないことです。まさかエオキ一匹にやられるとは思ってなかったわ。やはり斧はやばい。離れてる敵から狙撃して減らしておこう。あれ？そこって普通に歩けるの？てっきり探して落下しないと思ってた。
違う。ここの桶は水が入ってることもあるけど、お物も混じってるんですよね。水をかぶればお臭状態を解除できるんですけど、今のが水。お臭状態を解除しつつ水濡れ状態になります。水濡れ状態は火ダメージも大幅に軽減し、火で塞がってる道を進むこともできます。雷ダメージが増えるかどうかは知りません。水濡れになる場所で雷攻撃する敵に会ったことないので。あれ、こんなとこに人がいる。敵じゃなさそう。腹が減ってもはや戦うことなどできぬ。敵であることは重々承知だが、ここは恥を忍んで頼む。何でもよい、わしに食うものを分けてくれぬか。敵陣営なのか。まあ武士の情けでござる。おう、これはありがたや。しかしちっとばかし物足りぬ。まあ薬ですしね。たびたびすまぬ、わしに何か分けてくれぬか。あとはこの選択肢しかないんですが。それは背に腹は変えられぬ。いただこう。マジでやめた方がいいよ。たびたびすまぬ。うんこに好奇もクソもあるのかね。また、いや、恵んでもらう身、文句は言うまい。いや、そこは文句言ってください。たびたびすまぬ。また、たびたびすまぬ。いつもすまんの。これは礼じゃ。受け取れ。なんかこちらこそ、いつもすいません。大きな声では言えぬが、あれ持っておろうな。それじゃ、なぜかこいつのことが忘れられんでな。ダメだ、とうとう壊れてしまった。じゃあまあ気を取り直して先に進みますよ。ここ。Thank you.
玉反応は上の階かな。せめて姫切りだけでもお逃がしくださいませ。襖の向こうで待ち伏せしてるでしょ。敵艦シレーザーは一度慣れると手放せません。なんだろうね、この怪しい機械。須田間くんだ。交換はカットしますね。とりあえず補給しよう。ここも壁の向こうで待ち伏せしてるね。これ火薬タルなんだけど爆破したいな。当たらない。鉄砲使うのは弾がもったいないしな。あらま、着火しないで壊れちゃったよ。ここも落ちましょう。我らに残された道は。天守へ攻め込めぬようからくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕が鳴りますの。つまりこれは可動床で動かさないと先に進めないってことね。
ってくれ。もっと光る気を。壊せる場合もあるから困る。敵にダメージ与えられるだけだね。これが床を動かすレバーです。すぐそこに赤いレバーもあるんですけど、これに気づくのにすごく時間かかりました。戻れないので別ルートから行きます。このこだまちゃんで最後です。そしてやっと天守閣、ボスですね。それではステータスのご紹介ですが、紹介中だけ高画質にしようとステーブルモードにしてます。そしてアクションモードに戻すのを忘れたので、ボス戦がカクカクでとても難儀しました。まあそれでも初見一戦目で勝ってはいるんですけどね。それではボス戦です。ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直高を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。
中二病にかかった爪とか生えてますが、ボスには大長政です。そして動画ではわかりませんが、フレームレートがめちゃくちゃ上がってたらしいです。PS5 の発売待ちですね。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ？誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一覧を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が見える。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。
急がんと火が。最後のお別れをする暇間をください。これで無事ミッションクリアです。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。